皆さんこんにちは、セブンインポートのラナです。今回は8、9ヶ月ぶりぐらいに20歳オタク女子のバッグの中身紹介を行いたいと思います。イエーイ。ということで、以前出したそのバッグの中身紹介の動画、結構ご視聴いただいて本当にありがとうございます。またちょっと撮ってほしいっていうリクエストをいただいたりもしたので、ちっちゃい時のバッグの中身だと内容も変わってくるし、前回はちょっとお高のフェア行く時、そういう時のシチュエーションに応じて撮ったんですけど、今回は普通の日、普通に友達と出かけたり家族と出かけたりする時、一人でもの時のバッグの中身をご紹介したいなと思います。前回はね19歳だったんですけど、もう20歳になりました。はい、桜も福岡は咲いてきました。 Before we get started、 もしよかったら私のインスタグラム、そしてベベのインスタグラムアカウントを登録してみてください。どちらでもねすごく可愛らしい写真とか載せてるので、よかったらチェックしてみてください。こっちか。ということで早速動画に入っていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということで今使っているバッグはじゃじゃーん、中身も入ってるんですけど、もうすでに、はい、こちらのバーバリーのバッグを使ってます。こうやって紐も変えてます。普通のこの茶色い紐かな、この半分ぐらいの細身の紐もあったんですけど、このデザインめっちゃ可愛いなと思って、これを今愛用しています。これは成人式のお祝いで父に買ってもらいました。ということで早速ご紹介していきたいと思います。でまずね、ここに日によって違う縫いちゃんにしたりとか、アクキーにしたりとかにするんですけど、今日はこのちび縫いのトビオちゃんをつけてます。ご挨拶してください。うっす。はい、って感じです。でこれは前にここに収納があるのと、中もなんかこんな感じでズドンって感じなので、結構いろいろ入ってる。まず一番使う、はい、じゃじゃん、財布。これは変わらないですが、財布は基本的に買えないです。財布買えると忘れ物とか、買えんって言ってしようかとかなった時、免許証入ってないとかなったりとかするし、保険証もないとかなる時があるので、基本的にできるだけ買えないようにして、これ以上にこうちっちゃいバッグを持つ時とかはもうなんかバッグに時間入れとかしちゃいます。カードとお金とみたいな感じで。はい、この中はもう特に面白くもないんですけど、こんな感じ。こっちカード、今いくら入ってるんだろう、1万ちょっと入ってます。私にしては入ってる方です。あとはこれ、ディズニープリンセス店に行ったので、3月27日までだとディズニーストアでポーチがもらえるみたいな、引き換え券持ってるけど、その間に行けるか分かんないなと思ってます。あとはなんか昔の100円札を入れてます。伊藤博文先輩。はい、違うやんね、これ誰、板垣大輔先輩やった、ごめんなさい。板垣大輔先輩をお入れしてます。あとはキャナルに雀所があるのでよく行くので、その駐車券とかが入ってます。全然可愛さはないかな。でもこの財布可愛いですよね、本当に大好きなんです。以前もご紹介したんですけど、ニューヨークに住んでたんですよね、1年ぐらいで。その時にあ、めっちゃニューヨークっぽいと思って、家族がニューヨークに遊びに来た時にこれは母に買ってもらいました。買ってもらってばっかやん。以上です。で次はマスク。このバッグはね、マスクケースで入れるほどサイズというか幅がないので、このまま入れてます。最近のお気に入り、これ可愛くないですか、柳葉マスクっていうの、ダイヤモンドマスク、なんかいろんな言い方あると思うけど、はい、こんな感じで緑色のこのカラー大好き、私の車もこの色なんですのマスクを入れてます。次はじゃじゃん、トビオちゃんのキーケース。野安さんとか長兵衛とかのグッズもつけたりしたいんですけど、なんか一番つけやすかったり使いやすいグッズがやっぱトビオで出るので、よくらくはもっとグッズを出してください。グッズ出してくれたら買いますので、アニメ情報もなんか1ヶ月に1個もなんか裾の端くれぐらいでもいいんであげてくれたら、もう私は生きていけます。もうね、 PV 見てからジャンフェスの時にね、もう私はもう生きてるって感じました。今はね、怪しもんで楽しませてもらってるんですけど、やっぱり各先生に入り込んだ理由は地獄楽、そしてアザチョーブ、アザ兄弟なので、これからのねアニメ情報すっごい楽しみで、もう何回読み返したかわからないぐらい単行本ばっかり見返してるので、早くあれが欲しいです、情報が。でバースデーグッズがね、今年は地獄楽入選いたしました。あー、もう拍手拍手拍手喝采ですよ、本当にもうびっくり、ポン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 のすけでした、本当に嬉しい。でもね、びっくりしたのが、天沢くんとか修元さんとかがリストインされてなくて、バースデーグッズになんか基準が分からなくなって、やっぱ私の長兵衛さんは大丈夫でしょうかっていう疑問をね、もう恐怖と葛藤が行われてるんですけど、まあ買うのでお願いします、買うので。あともう一個お願いが、もうジャンプキャラクターズストアさん、並びにあのね期間限定ジャンプショップオンラインさん、本当に送料を予約商品だったらもう10個上限にせずに100ぐらいまではやってくれるとかして、1回1回の送料が880円っていうのがもうどうしてもうんってなるんですね。もう同じ場所に全部届くのに10個違う箱に来て880円って、だってさ10回払ったら8800円、もうそれで缶バッジ440円だったら20個来るんですよ。頼みます、マジで同じでお願いします、ギュッてしてください。もうだってこう
最低でも50個ぐらいはまとめて送ってくれると助かります。はい、ぜひ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 よろしくお願いします。はい、ということで、なんでこんな話しちゃったんだろう。そうなんだよね、こちらキーケースです。前と全然変わらず、はい、配給店のです。で、中は同じオレンジで統一したもの。なんか鍵が1個増えた。強さは心地いい。うん、その通りでございます。あなたの強さを見ているのも私はとっても心地が良いでございます。もっと己を高めようという姿がもう本当に私は大好きです。でもまあエースね、エースが私がジャンプを知るきっかけではないけど、こうジャンプっていうなるきっかけになりますね。やっぱね、マガジンさんとかね、チャンピオンさんとかにもこうあって寄り道してたりもするんですけれども、やっぱり戻ってくるのはどうしてもジャンプという、あ、まあそんな感じで、ヌヤちゃんのアンブレラチャームとトビオちゃんのフェイスチャームとエースが混じり混ぜり込んでこのキーケースの中に入っております。以上です。で、じゃん、カビゴンで、後ろはポッチャマとピチュー、かわいい。ここティッシュになってるので、私花粉症なので、あの優しいこのエリエールの贅沢保湿、もう本当にありがとうございます。はい、って感じで、この前のくじでこれ当たったらいいなと思ったら当たりました。で、中はこのバッグは普段使ってるあのステラロに比べると結構ちっちゃめなので、サイズ感がこのくらいのあれなので、あんまり厚みだったりを出さないようにしてます。こんな感じで、まずリップ2本、これはシューメール村とワンピースのコラボの時に買ったものをずっと使ってるのでそれを使ってます。こっちがルージュのタイプで、こっちがマットのタイプで、私基本的にうるうるってした唇が好きなので、ルージュをバーって塗って、真ん中あたりはこれがね、ちょっと渋めのお色味なのね。なので真ん中はね、赤みのあるお色味をのせてた方が好きなのでしてます。今日はでもね、ちょっとツインテール、あ、そう、ツインテールしたの。なのでメイクもちょっといつもよりギラギラ感を抑えて、リップもこういうお色味を塗っております。あと、はい、こちらディオールのこのファンデです。あと普通にマスクしてるからリップを塗らない日も全然あるんですけど、その時はこちらかっちゃんのリップクリーム塗っております。塗っておりますっていうか、あんまり使いたくなさすぎてできるだけ塗らないようにしてるんですけど、これはたともからもらいました。このかっちゃんのお顔めっちゃ好きなんですよね。もうこれを塗ったらね、マクゴーカツキがここにいると思っても過言ではない、そういうリップにございます。という感じで、こっちポーン入れて、財布入れて、鍵入れて、でマスク入れて、こんな感じでここの部分は入れてます。あとここにもうなんかそのまま突っ込んでるんですけど、まず消毒液、はい、ハンドジェルです。私サンリオも大好きなので、これはクロミちゃんとマイメロのものを入れてます。基本的に私車移動なので、車に消毒液があるので、このジェルは外で使うぐらいかな。で、次がハンドクリーム。やっぱりまだね、乾燥する時期なので、ロクシタンで合ってるかな、ロクシタン I don't know but はい、これを使ってます。で、あとこれ、じゃじゃーん、これは最近入れ込みました。なんか髪結びたいと思った時に、ゴムあったらいいなと思った時に、こういうキラキラのゴム可愛いなと思って、友達からまたこれももらったんですけど、これを入れてます。で、最後にクロレッツ。私クロレッツが一番ガムの中で好きなんですよね。もうなんか結構ね、メグさんとかにあげると辛いって言ってあんま好きじゃないみたいなんですけど、私はクロレッツが一番好きです。はい、って感じです。なんかすごい、ちょっとこんな感じで私のバッグの中身のご紹介でした。ちょっとトビオちゃん撮ってみるとこんな感じです。なんかすっきりします。こうやって気に入ってるんですよ、このショルダーが。普通にね、こうやって持っても可愛いし、結構こういうラフな格好でもワンピースと組み合わせる時とかもすごいお上品で、クラシックな演出もできるし、プリティな演出もできるし、すごい大好きなバッグです。おたかつに行く時とかはこれに、前ご紹介したように OPP の袋を入れたりだとか、自分の ID カード入れたりだとかします。皆さんのバッグの中どんな感じですか？何が入れてますか？何を入れたらいいなとかありますか？そんなのがあったらよかったらコメント欄で教えてください。あ、で、このバッグの中身紹介とか、オタクっていうワードから入ってきてくださった皆さんは、本当はね、ベベインポートっていう輸入家具インテリア雑貨のお店で私働いておりまして、本当にいいと思ってるものを皆さんにご紹介してるので、よかったらそちらも楽しんでもらえると思うので、他の動画もご覧ください。最後までご覧くださってありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、オンラインストアの URL は概要欄に貼っておくので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。チャンネル登録、グッドボタンもぜひぜひよろしくお願いします。それではまた来週水曜日夜7時の動画でお会いしましょう。バイバイ。またねー。